トロント・イートン・センターは、カナダのオンタリオ州トロント・ダウンタウン中心部に位置する大型ショッピングモール兼複合型オフィス施設である。施設の名称は、1999年に倒産したカナダのデパートチェーン、イートンズにちなんで付けられたものである。訪れる来場者数の点で、このショッピングモールは、トロントにおいて最も観光客を引きつける場所となっている。また、 イートンセンターはカナダ東部最大の店舗面積を持ち、店舗数においてもスクエアワン、ショッピングセンターに次ぐ二番目の規模を持つ。店舗面積においてはカナダ国内で第三位。一般にはイートンセンターと呼ばれる。イートンセンターは東側にヤングストリート、南側にクイーンストリートウエスト、北側にダンダスストリートウエスト、そして西側にベイス,ストリートの東側のビル群が、 それぞれ接している。内部通路はトロントの地下連絡通路、パスの一部をなし、中央部はトロント市地下鉄のダンダス駅とクイーン駅の二つの地下鉄駅が近接する。施設には三つのオフィスビルと共に、ライアソン大学経済学部の研究棟も含まれている。加えて、イートンセンターは17階建てのマリオットホテルや、カナダ最大のデパートチェーンである。 ザベイ本店と連結している。イートンズの創設者、ティモシー・イートンは19世紀にヤングストリートで繊維製品を販売する店舗を構えた。その後この小さな店がカナダにおける小売業に革命を起こすこととなり、最終的にカナダ国内で最大のデパートチェーンになった。20世紀までにイートンズはトロント旧市庁舎とトロント生産民一体協会の例外を除いて、 ヤングクイーンベイダンダスの各ストリートが境を接するほとんどの土地を所有した。ティモシー・イートンによる最初の店舗が位置した場所であるこれらイートンズの土地は、その後イートンズのメインストアやイートンズアネックス、そして数々の通信販売や工場に関連した建造物が占拠した。1960年代にチェーンの倉庫や事業がだんだんと郊外へ移動していくにつれ、イートンズは、 価値の高いラウンタウンに所有している土地をより有益に利用しようとするようになる。特にイートンズはヤングストリートとクイーンストリートに位置する古びたメインストアと2ーブロック北側にあったカレッジストリート店にとって変わる巨大な本店を新たに建設しようとしていた。1960年代中盤イートンズは 複数の区画を選挙するほどの大規模なオフィスショッピング複合施設の建設計画を発表した。当初のセンター建設計画では、上記の区画に位置する小さなストリートの閉鎖のほか、旧市庁舎と生産民一体協会の取り壊しを求める内容が含まれていた。一時期は市庁舎の時計等でさえも取り壊しの予定されていた。 旧市庁者と教会の行く末をめぐる地域での激しい論争の末、イートンズは1967年に計画を中断することとなった。1971年、イートンセンターの建設計画が再び持ち上がったが、これらの計画には旧市庁者を保存させる予定が盛り込まれていた。しかし、生産民一体教会の信者側が、教会建物の取り壊し計画について争う構えを、 示したため、また新たな論争が噴出したのである。結局、イートンセンターの建設計画は、視聴者と教会建物のどちらも残す方向で改定され、その後教会の教区民たちが新たに建設される予定の複合施設によって、教会に当たる日光を遮らないよう保障することを求めた争いで勝利したために、建築計画のさらなる改定が行われた。こうした、 建設計画の修正で1960年当初に提案されていたセンターの計画から3つの大きな点が変更される結果となった。まず、旧市庁舎を保存することのほか、クイーンストリートの伝統的な場所に収めるには大きすぎるだろうと考えられたため、新たに建設するイートンズの店舗はダンダスストリートの北側に変更された。思いがけないことに、これでイートンズと シンプソンズが両端に来るようにモールが建設される結果となった。二つ目に重要な変更は、1960年代にイートン一家が当初予期していたように、イートンセンターにより、クイーンストリート北側の金融街が拡大しないようにするため、オフィス部分の大きさを縮小させることが求められた点である。最後の変更点は、センターの大部分の位置が、 東のヤングストリート全面へ移動され、複合施設はベーストリート側を正面としないようデザインされた部分であった。こうして、旧市庁舎と教会は保存され、旧西軍本部建物もそれら保存された建物の間に位置していたことから手を加えられることはなかった。中央から北側を見た夜のイートンセンター内。イートンズはイートンセンターの建設において、 キャデラック・フェアビュー社とトロント・ドミニオン銀行の2社と提携した。複合施設は、カナダの建築家、エベラール・ザイドラーと、ブレグマン・ハマン建築会社により、イタリアのミラノにあるビットオリオ・エマヌエーレ・2世のガレリアをモデルにして、高い層でガラス屋根のアーチを設けたデザインが行われた。当時、イートンセンターの内観は、北、アメリカでもかなり革命的で影響の大きな、 ショッピングセンター建築であると考えられた。イートンセンターは北アメリカにおいてダウンタウンにある最初のショッピングモールの一つであると言われた。9階建てで10万平方メートルのイートンズ店が入居した第一段階がオープンしたのは1977年のことである。南端にあった仮の壁は完成する商店街が見える際に印象を与えるため、 天井まで鏡張りにされていた。ヤングストリートとクイーンストリートにあったそれ以前の良、e、いトンズ店舗は取り壊され、その場所で施設の南半分が1979年にオープンとなっている。同年に施設の北端では複合映画施設のシネプレックスが加えられ、18の映画館を収容するとともに当時で世界最大のものとなった。 新たな施設の建設に場所を空けるため、テローリー・ルイーザ・リストリートとドーニーズ・レーン、アルバート・レーンは封鎖され、街のストリート網から姿を消した。アルバート・ストリートとジェームスストリートは、旧市庁舎の周囲にあるストリートに面した土地のみ、保存された。トリニティ・スクエアは、ヤング・ストリートへの公共の通路を失い、ベーストリートを経由する歩行者専用の広場となった。 多くのアーバンデザイナーやアーキテクトたちは、イートンセンターの初期の外観について、長らく後悔の念を抱いている。これは、複合施設は内部のデザインにばかり関心が向き、外観を活気あるものにするような窓や通りに面する、店舗、モールの入り口がほとんどなかったためである。トロントの主要なショッピング通りがあった場所に面する、ヤングストリートの多くのファサードは、駐車用の車庫により支配された。 また、主要道路の管轄権を持つメトロポリタントロントの主張で施設はヤングストリートから離された。目標は最終的にストリートへ追加のレーンを加えることにあった。結果として施設はヤングストリートからかなり離され、センターのストリートにおける存在感を弱めることになったのである。施設内のオフィス部分は以下のように何年にもわたって建設された。 論争や批判があったにもかかわらず、センターは即座に成功を収めた。事実、モールの利益は、イートンズが1999年に破綻に屈する、前、イートンセンターの成功により、イートンズチェーンが、当面20年間は負債を抱えずに経営が、行えるくらい儲かっただろうと言われていたほどである。今日では、イートンセンターが、北、アメリカにおいて、 最高のショッピング地の一つとなり、また、毎週多数の来場者数を誇るトロントで、最も人気の高い観光地にもなった。重要なショッピングモールの特徴の一つに、ガラス繊維強化プラスチック製のカナダガンが、天井からぶら下がっている点が挙げられる。フライトストップと名付けられたこの彫刻は、芸術家のマイケルスノー製作によるものである。この彫刻は、 裁判所により重要な知的財産の対象となっている。ある年、センターの経営陣は事前に制作者のスノーへ相談することなく、クリスマス用に、これらガンの模型を赤いリボンで装飾することに決定した。ところが、スノーは、こうしたリボンが彼の写実的な作品を滑稽なものにし、自身のアーティストとしての評判を害するものだとして、異議を申し立てた。スノーは、 この件について訴えを起こし裁判所はたとえセンターがこの彫刻を所有していてもリボンの装飾はスノーの著作者人格権を侵害したものであると決定を下したその後リボンは取り外すことを命じられたクリスマス時に設置されるセンター内のクリスマスツリーイートンセンター店舗の外観は 当時イートンズの優勢と将来への向上心を表す声明をも意味していた1970年代の様式にデザインされている。しかし、この箱型でマスタード色のモダンなデザインはあまり時代にそぐわず全般的に取り壊されたメインストアの後に建てられた粗悪な建物であると考えられた。近年、イートンセンターのオーナーたちは モール部分のヤングストリート側にあるファサードの再設計を行った。これには、より路面に近づけ、直接店舗を街路へ開き都市部のショッピング街にかなり、似せたほか、街の街路にあるという認識を作り出すために、ファサードの一部を変更したこと等が含まれる。1990年代後期と2000年代初頭には、新しい小売スペースへ、さらなる再開発が加えられた。これにより、 アルバートストリートの反対にある複合施設の西側は拡張された。また、ヤング・ダンダス領ストリートの交差点にある北東側の角は再設計が施され、トロント警察署を含む、それ以前からあった数々のテナントは、H、H&M のカナダ本社を設置するために、新しい場所への移動や立ち退きが行われた。また、モールにあった2つの駐車場のうちの一つで、 ダンダスストリートにあった9階建てのダンダスパーケードは2003年に取り壊された。その後この駐車場があった場所とダンダスストリートとベーストリートの南東側にあった空地にはイートンセンターの新たな建物が建てられて2006年にオープンしている。ここにはカナディアンタイヤやベストバイ等のテナントを収容し、 ライアソン大学経済学部の研究棟と会場に574台分のスペースを有する新たな駐車場が設けられた。ダンダスストリートと通じていなかった以前の駐車場と違い、新しい駐車場はベイストリートへの通路を備えている。この建設工事はクイーンズキーアーキテクツ、インターナショナル社とサイドラー建築会社により行われた。 約15万平方メートルの土地を取り囲み、北、アメリカにあるダウンタウンでも、最大のショッピングセンターの一つであるこれら、複合商業施設には、現在およそ330店の店舗が入居している。イートンズの倒産に伴い、モールの北端にあったデパートのスペースは、シアーズカナダ社の店舗で占められ、2階層分にわたる、その店舗は、シアーズカナダとしては、世界最大のものとなった。 このシアーズ社が倒産したイートンズを買収したすぐ後、創業者、ティモシー・イートンの像は、ダンダス・ストリートの入り口から、ロイヤル・オンタリオ博物館へと移動された。しかし、施設は、現在も、イートンセンターの名称が保持され、ティモシー・イートンと彼がかつてこの地に開いた、小さな店への尊敬の意が引き続いていることを表している。2013年に、シアーズ・カナダは、 イートンセンター店の閉鎖を発表。2014年に入りシェアーズのあった場所はすべて閉鎖。米国百貨店、チェンノードストロームが2016年にその場所に入居することを発表した。 カナディアインスティチュートオブスチールコンストラクションハット http コロンスラッシュスラッシュ www. トロント .sas スラッシュアトラクションスラッシュアトラクションハイライツ htm ハット http コロンスラッシュスラッシュ www.cisc-icca.sas スラッシュプロジェクトスラッシュオンタリオスラッシュトロントハット http コロンスラッシュスラッシュ www. アーカイブ イングリッシュスラッシュ DONATIONS スラッシュ EATONS スラッシュ PIC スラッシュ 16047ETINS センター520 .jpg-http://www.humbleeh-o-w-a-r-d.com/.humblee-st-u-f-f-hathttp://www.uer.sa/.lo-ca-t-i-o-n-s /.chow.asp ローシドイコール 21801http コロンスラッシュスラッシュ www.tectower.com s スラッシュクライアントスラッシュキアデラックスラッシュ c f o フィス u w v 5 0 0ネンギネ NSF リソーシズニュースレタードルファイルテックパースペクティブズオクト 2006PDF ありがとうございます